全て錬金術で作ったものだ。ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家、7月1日放送開始。放送直前、クエスト発生、対象救出作戦。ごめんなさい。どっちだったんだろう。いや、大丈夫。進めよ。これからですね、私たちはこちらの樽に囚われてしまったバレンツ商会の、対象の皆さんを救出していきたいと思います。樽こちらです。これこちらの樽に囚われた対象の皆さんです。2回言った。待って、対象の皆さんですか。対象の皆さんです。バレンツ商会、バレンツ商会。こんな方々いなかったと思うんですけど。いたんです、実は。すごい押してくれ。よく見たらいるかな。よく探せ。そうか、そうか。どう見ても海賊なんですけど。いやいや、でもこれはクラウディアのお父さんのルベルト・バレンツさんからの依頼なんです。お父さんから。お父さんからの。そうですよ。だとしたら大変だわ。そうです。樽に入っちゃってるからね。これは成功すれば、救出が成功すれば報酬も出るとのことなんで。お、お、はい。ってことは残念賞もあるっていうことですかね。また名探偵出ちゃった。そうね。残念賞。あれ、ちょっと誰？え、ちょっと待って、誰？今の誰？わかんないよ。知らんよ。誰なのよ。もう進めるね。まずはこの作戦を発表したいと思います。うん、このですね、皆さんの目の前にある剣でですね、はい、剣で中の縄を切って対象の皆さんを、はい、救出、あ、飛び、き、あ、ごめんなさい。もう一回いきますね。この件で中の縄を切って、うん、対象の皆さんが飛び出したところをキャッチできたら救出成功となります。キャッチ？そう。キャッチすんの？出てくるから。最初の。こういうゲームでキャッチするって初めて聞いたんだけど。てか私こんな5人同時に入ってるの初めて。え、私はです。ね、こんな大きいの。え、こんなのあるんだ。ね、え、じゃあつまり誰がどのメンバーを助けるかは一応決めとく。一応ね、うん、せっかくだからこの剣の色、色で、はい、色の人を、私はじゃあ黄色の色なんで、こうじゃあ紹介の皆さんが飛び出てきたら黄色の人を助けたい。はい、助けたい。希望お願いします。願望。先頭の方ね。先頭の方、はい、助けますね。それで言うと私は青い剣を持っておりますので、うん、青い方を助けたい。願望を助けたい。はい、はい、そして私はこの緑を持ってるので、うん、緑の方を助けたい。うん、そうですね。でも目の前にいますからね。そう、目の前にいてくれるから助けられるかも。うん、私なんか赤と黒2色、うん、そうなんです。ということは2人助けていただくことになります。2人やっぱね、リラさんといえば身体能力、さっきも確かに一気に不安で、そうそう、いけるから。でも頑張って2人を助けていただいてよろしいですか。2人助けたい。助けたい、はい、ということでみんなでこの5人の対象の皆さんを助けていきましょう、うん、ということでね、皆さんはね、うん、助ける際に剣を刺すじゃないですか、はい、その時にそれぞれのキャラクターボイスで樽って発声を必ずお願いしますって言ってます。対象の皆さんが助ける気持ちありますかね。めっちゃ楽しそう。樽って。だからやっぱ樽に助ける気持ちを込めて言えばいい。そっか、そっか、万能だね、樽ね。樽はみんなを救ってくれる。そうそう、分かりました。アトリエシリーズといえばですからね。そうですね。ということで皆さん準備よろしいでしょうか。はい、オッケー。それでは助けてまいりたいと思いますよ。はい、救出作戦スタートです。確かに水は危ないかも。じゃあ私もちょっとじゃあ置いといて、じゃあちょっと横に置いといて。ちょっとね、結局スタートって言ったんだけどな。私から行きます。ちょっと確認するよ、うんうん、これ一気に飛ぶから5人一気に飛んでくる、ね、そう、皆さんこれ5人タイプ知らないかもしれないけど、これ一気に飛ぶタイプなんで、だ飛んだらキャッチすればいいんだよね。そう、あ、黄色を、そう、黄色を、黄色い、野口は黄色。だみんな飛ぶから、おのおのの色のところをパッて取るんです。なるほど。テルヒさんは2個です。あ、そう、それです、それです、2個です。そうです。2人です。はい、自分でそしたら、
って感じ。そうですね。頑張るね。じゃあ行きます。はい。じゃあ野口から行きますね。お願いします。みんな待ってて。待って待って、怖い。怖い。届くかな。あ、ちょっと、あ、怖い。いきなり来るとかないですから。確かに、きっと。確かに、わけない。タレーだ。ちょっと、女選手さん。リラさん。リラさん。あれね。女選手リラさん。次、ヒトちゃん。あ、はい。怖い。怖い。怖い。え、これ刺した後、オッケー。でも初めて。あ、そうだね。ヒトちゃんそうだよ。分かった。え、こう、あ、オッケー。でも、怖い。あ、いきます。タレーだ。めちゃくちゃ楽しい。どうしよう。私、私が行くよ。え、どうしようどうしよう。え、じゃあこのこの辺あっち行く。え、ちょっと女選手リラさん。女選手リラさん。二つ取るんですよ。二つで二つ。ちょっとすいません、はい、救えなかったです。そして、はい、私はあの青い方を救出にしに行ったんですけど青い方を救出したら緑の方が一緒にここに来てくれまして。そんなことある？あのすごいかっこいい。え、これ、うん、で2人救出できまして、ゆいさんがどこっていうことなので、もうゆいさんだけ残念でした。どうして？違うよ、私のこの剣がみんなを救ったんだよ。そうだった。確かに、私のこの剣が。確かに、まあ確かに。でもあの刺した人めっちゃむずいと思います。確かに難しい。ここも行くの、まあ、でもあの本当に言いたい、あのちょっと刺した時に入らないってことって思っちゃった。いや全然入らないから、もう、もうこれは来ちゃうと思って、あの時私の頭の中を巡ったのが、あ、私で言っちゃう、たるいさんがたるって言えないって思ったのと、うん、絶対に無理って色々巡った結果、考えたかな、なんかみんな取れてないと思ったら、みんななんか取れてて、ね、かつここに2人いて、どうしたもんかな。本当もう一回リプレイで見たいぐらいだけど、もう一回リプレイ見たいけど、じゃあ改めて、うん、無事メンバーを救出できたのはひとちゃんとてるいさんと私、はい、おめでとう。やったー。ということで、じゃあ、あれ残念賞、またお前か。ゆいさんも、ゆいさんまたかお前。もうドラゴンフルーツ家に2個あると。すごい。じゃあこれを美味しく調理してもらって、そして成功者にはこちらです。ドンドン。おー、これは、え、待って、ラベル見て、リーダー
ラ。リラって書いてある。嘘、リラのワイン。リラのワインがあります。これワインなの？リラのワイン、ね、ワインじゃない。白ロゼワイン。赤ロゼ。すごい、すごい。そういえば絵にはなる。絵にはなる。いや美味しいかも、合わせたら。ね、すごい、リラだって。すごい、美味しい。じゃあ私たちはこれを後で美味しくいただきましょう。そうですね、うん、はい、1話見ながらね。1話見ながらたしなみましょう。料理って言ったから。あ、だから料理って言ったから。そうだ、これ切ってください。ちゃんとカットして。あれカットして。あれやっぱ未来日記だったのかな。あれ何だったんだろう。はい、ということでね、また相まみえましたこの子に、はい、ということで、はい、今回は私たち4人でバレンツ大賞メンバーの救出に挑戦しましたということで。すごい、全然救出した感出てる。まあしてないもんね。やめてよ。ゆいさんだけしてないから。したよ、これ刺したもん。それはありがとうございます。したの、それ刺したね。したよ、うん、したんだから。もうということでね、はい、こちら以上も